い、りみちゃん、今日はお久しぶりにお外でございます。昼間パパさんとお姉さまが出かけてしまって、ママとりみちゃんだけでございます。日曜日なのにね、今日はね、二人きりですね。でですね、今からちょっとね、お買い物にね、行きます。はい、はい。なんか整理番号配られました。めっちゃ混んでんね。やばいね、こんな混んでんの久々というか、初めてというか、やばくない？やばいよね、行き込みだね、マック。久々に来たけどね、日曜日はダメだね、お昼にマックはね。はい、出ましょう。どう？久々だね、マックね。うぃー、うん、何聞いてんの、 TikTok？ TikTok ね。うん、寒い。はい、お友達の。クリスマスプレゼント。はい、選びましょう。はい。はい。Go。です。わかりづらいけどね。個別に袋にね、入れてもらいました。そう、ちゃんとね、色別にね、わかりやすくね、色をね、みんな色違いにしましたね。似てるね。マルチーズってやっぱ似てるよね、みんなね、大体ね。あ、そう、これこれこれ、ね、みちゃん、これを買います。これこれね、もぐもぐね、食べきれちゃう。これ好きなんですよ、これ。よし、買いましょう。そうです。うん、そういうシンプルなものでもいいか。これ止めるのある？そう、止めるのあっていいかもね。それにするね。買い物疲れましたね。お買い物疲れましたね。お疲れ様でした。お疲れ。久しぶりだったもんね。でもね、しーちゃんだったらお疲れ様さよ。そうか、しーちゃんだったらお疲れ様さよ。
ひーちゃん学校もね、最後に言ってんだって。さようならじゃなくて、お疲れ様んさーって言うんだって。へぇー。信じらんないよね。みんなさようならって言ってんだね。そう、しーちゃんだけじゃなくて、しーちゃんの席の周りの数人が、お疲れ様んさーって言ってるとか言ってたよ。でもみんなあんま気づかないとか。おじがみんなさ、うん、あれだもん、うん、あんま暴露するとしーちゃんに怒られるけどね。みんながめっちゃ聞いちゃう。そうだよ、しーちゃんそんなことしてんなって言われちゃう。はい、お家に帰ってきました。すごい顔。はい、これね、買ってきたものたちなんですけど、見て、これからのび太くん。今のうちにね、ちょっとね、作っちゃいたいと思います。はい、やどう。そしたら、このね、さっきダイソーで買ったお菓子たち、お菓子たちお菓子たちを、これね、事前にあのしほちゃんと一緒にね、買った時があったと思うんですけど、動画でもね、紹介してるんですけど、ぷい、え、切れちゃった。あった。大丈夫。このね、長靴にお菓子をね、詰めたいと思います。うん、オリーブちゃん今ね、値札切るのに必死です。し、まあ、そんな感じ、同じようにね、うん、入れていきます。はい、できました。いいじゃん。こんな感じで中にね、ちょっともう入れちゃったんですけど、まあ、チュッパチャップスが見える感じも、まあね、もっとね、丈の長いうまい棒とか入れてもよかったんですけど、うまい棒はあんまね、あれだもんね。なのでちょっとね、がっつり食べれる系のお菓子入れました。じゃあ、そのこの中にピンクは、うん、うまく入るかな。入るかな。端っこにうまく入れられる。あ、ぴったり。ぴったりじゃん。見て。ぴったりです。プレゼントとこのお菓子、いいじゃん。ね、いいじゃん。結構いい感じになったね、うん、ちょっと豪華っぽく。いいよ。そのメモがついてるから誰が誰ってわかるね。うん、お店の人親切だね。親切。うん、よいしょ。お、いいじゃん、できた。お、いいね。バッチシ。できた。お、ぴったりだね。いい感じにできました。ね。ね。喜ぶかな、みんな。うん。喜ぶにくれるかな。ね。蓋できない。蓋ちょっとできない。せっかく蓋できるの買ったけど、蓋できなかったね。まあいいでしょう。うん、ちょうどよかったし、紙袋の大きさ。やったね。はーい。よかったでーす。はーい。じゃあ次はね、しほちゃんのクリスマスプレゼントを作りたいと思いまーす。おー。おー、はい、じゃあね、撮影が終わったので、スイッチタイムですね、リミさん。スイッチタイム。もうすぐしーちゃん、もう帰ってくると思います。あともうわずかで、さっき連絡があったのでね。どうでしたか、今日はパパとしーちゃんが姉がいなくて。ママと二人っきりでしたが、休日って感じじゃないね、でもね。うん、やっぱ二人だとね。ね。あじゃん。あじゃん。最後はコロンとバイバイしようかな。コリョン、バイバイ。コリョン、バイバイ。バイバイ。コリョン、バイバイ。バイバイ。なになに、遊べって。遊んでってきたね。なじゃあ遊ぼっか。コロンと遊びたいと思います。なじろうって言ってる。なじろうだね。はいはいはい。なじます、なじます。